日本近畿地方大阪府屋尾市南、本町南本町は大阪府屋尾市の地名。現行行政地名は南本町1丁目から南本町9丁目。住居表示は実施済み。現住所表記に変更される前は地域内で来たから、大座賞のうち、大座情報時、大座今井、大座別宮大座八尾座であり、九州落の外では、 大技八尾も混在していた。両政国一覧機内河内国、若江群省の内村、上法寺村、今井村、別宮村、八尾座村ほか、旧上法寺村及び現在の松山町にある、西方中学校の名の由来は、当地にかつてあったとされる、寺院名であるが、その詳細はわかっていない。当地西側の光、南町、清水町あたりに、やよい、古墳時代から、 鎌倉時代にかけての遺物が発見された情報実跡として発掘調査されている。幕末に伴い林公平の野山の嘆きに河内国渋川郡青里の西方寺は大江頃畠山義成がことおせてとある。かつて西本願寺末の京恩寺が当地にあり、校歌2年から文久元年まで伴い林公平が住職をしていた。 寺跡に公平の明ら中碑がある。旧別宮村の名の由来は別宮八幡宮。平安時代にはこの周辺は、家門別宮と呼ばれ、岩清水、八幡宮の別宮、荘園があった。延休4年の荘園整理の際は、存続が認められている。八尾座に南北朝時代の八尾城があったという説があるが、遺構は発見されていない。江戸時代初期の八尾村は、 寛永5年に七河村に分離するがその時点では、八尾沢村は別宮村に含まれていた。商法号町の写しとされる、河内国一国村高控え町国高は、省の内村320国、上法寺村604国、今井村391国、別宮村728国余り。八尾沢村の別宮村からの分離は、遠方県地以降とされる。江戸時代は一貫して、 幕府直轄領だった。明治以降の市町村制施行で八尾村の大和座所の、うち、西方寺、今井、別宮、八尾座となる。昭和35年の現住所表記施行時に南本町となる。旧八尾八家村のうちの五家村を起源とする町域で南北に細長い。南は関西本線沿線に達する。北側の踏み地沿いが、 商業地となっている以外は概ね住宅地である。2020年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。 主要道路、ありがとうございます。